トビびロスズメは林時刻、スズメ画家に属するガの一種。スズメガの一種で、開長時90から1 2 0トル、泡茶色に茶褐色の波状の色紋を持ち格子は暗褐色。触覚は通常は頭の横に倒すように畳まれ収納されている。幼虫は全身が黄緑色で大きな頭と小さなオカドを有し、胸足はオレンジ色。 本種には世に足がある。日本では7月の8月頃、10日によく飛来する。現在ではコンビニエンスストアなどの集合棟などによく見られる。ホバリングしたまま休密することも多い。幼虫の食草は豆科の植物で、フジクズ大豆、ハリ、ニセアカシアなどを好む。また、幼虫のまま越冬する。海外には伝統的に、 スズメガをはじめとする臨死目の幼虫を重要な、タンパク源とする地域が多く存在する。中国山東省やチャンスー省では、トビイロスズメの幼虫を、豆、豆虫、豆青虫などと呼んで食用にする。食用については、古くは真のカバの省令の農産兵に記載がある。無農薬栽培の大豆畑で採集するが、 チャンスー賞では1ヘクタールあたり300キログラムも取れ、市場で売ると数千人民元の売り上げになる例もあるという。素揚げ、卵炒め、野菜炒め、スープなどの食べ方がある。チャンスー賞北部のカングモ県には、頭を切り落として、肉を絞り出し、内臓を取り除いて作る肉団子がある。栄養素としては、約65%がタンパク質で、バリン、メチオニン、 フェニルアラニン、ジロシンなどのアミノ酸を多く含む。また、約25%が、脂肪分で、リノレン酸を多く含む。ありがとうございます。